紹介します。ミンタチョコです。どうぞ。
違う、もうすごく仲良かったんだけど、でもなんかここで出てるいろんな人を見てるうちに自分で歌ってみたいなって思うようになって、でそういう仲間としてもらって中の人たちと出会ってナツメグというバンドを組みました。で当時はボニーピンクとか木村カエラちゃんとかコピーして、でまたそういう時期を経てなんかいろんな人のセッションのバンドに参加をしたりとかっていうことをやってたんだけども、自分で歌いたいのは実はアイドルがすごい好きなので、で聖子ちゃんとかすごい歌いたいなと思ってハニーパラダイスが2012年から始まり、ありがとう今でも続いてるけれども、でもちょうど30年前すごい大好きだったレベッカを本当に歌ってみたいなと思った時にレベッカも再結成をしていて、でそれでやりたいって思ってた人とあと声をかけた人でミントチョコというバンドを始めて、ですごい夢が叶った感じがしてとても嬉しかったし本当にありがとうございます。こういうことができたのもここで出会うっていう場があったからで、人とつながる、音楽でつながるっていうそういうことがあったので、どんどんいろんな人と化学反応を起こしながら楽しい時間を過ごせて、多分これからもいっぱいいっぱいいろんな人とたくさんのことをやると思うんですが、ここまでもう忘れないのでこれからもやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そんな思いを込めてレベッカの名曲 Maybe Tomorrow。
ミントチョコでした。ありがとうございました。